東京消防庁の国際消防救助隊、国際消防救助隊とは、海外で大規模災害が発生した際に、各自治体の国際消防救助隊、登録消防本部の救助隊から編成され、国際緊急援助隊救助チームの一員として、被災地に派遣され救助活動を行う部隊である。1985年に、コロンビアで発生したネバドデル,ルイス火山噴火において、日本政府は、 消防救助隊の派遣を検討したものの、当時海外に消防本部の要員を派遣する制度はなく、コロンビア政府の意向もあり実現しなかった。この教訓から自治省消防庁は海外で大規模災害が発生した際に消防本部から救助隊を派遣する制度を整備することとなった。1986年4月に国際消防救助隊が発足。 同年8月にはニオスコガス噴出災害、10月にエルサルバドル地震災害に消防救助隊を派遣した。1987年9月に国際緊急援助隊の派遣に関する法律の施行に伴い、国際消防救助隊は国際緊急援助隊救助チームの一員として位置づけられることになった。国際消防救助隊は各消防本部の特別救助隊や 特別高度救助隊などから選抜された隊員により編成され、隊員の多くは特別な訓練を受け、電磁波人命探査装置など高度救助式材にも精通している。東京消防庁の消防救助機動部隊を中心に編成される場合が多く、他の消防本部が当番制であるのに対し、東京消防庁のみは常時派遣可能な体制をとっている。同部隊は、 海外で大規模災害発生時に被災国の要請を受けた政府が国際協力機構の調整のもとに編成される国際緊急援助隊の救助チームの一員として被災国に派遣され捜索救助に当たる。なお、救助チームとして直接救援活動に従事する他にも国際緊急援助隊専門家チームとして被災地の情報収集や 防災関係者への救助技術の指導等に当たる場合もある。胴体のシンボルは緑色の地球儀を背景に略称である JFIRT、下方に握手する二つの手の描かれたワッペンである。略称の IRT から IRT とも呼ばれている。しかし、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の施行に伴い、現在は国際消防救助隊も 国際緊急援助隊救助チームの一員として、消防、警察、海保の混成チームで活動することや派遣に対して、国際協力機構から活動服が支給されるために、実際に現地で活動する際は、IRT のワッペンではなく、国際緊急援助隊の青色を背景に、日本国旗とジャパンディザスターリリーフチーム JDR と書かれているのがワッペンをつけている。なお、 国際緊急援助隊救助チームは2010年に国連人道問題調整事務所が主催する国際都市型捜索救助チームの能力評価において最高レベルの救助能力評価であるヘビー級チームの認定を受けた参考文献はを参照消防庁の国際消防救助隊公式ページ各消防本部等の国際消防救助隊紹介ページありがとうございます